あ、なるほどということで、その時ふと思ったんですね。倒産は富の循環作用だと。だからその当事者にとっては大変だけど、もうちょっと2段3段高い上で見ると、その富がこう分散するから、ベンチャー的なですね、意欲満々の若くて資本もなくて人脈もなくて金もないでね、ガッツ持ってる人が出てくるのにエネルギーになる。だからほどほど潰れてもらわねえかんです。なんかできたら東電も一度潰れてくれた方がいいです。だからやっぱり生殺しがいいから一回潰れた方がいいね。会社構成を出した方がいいんですよ。そしてもう、重役人全部総替えしてね。で、JAL もね残りましたからね。結局ね、部長以下で動くんですよ。会社はね、部長クラス以下で動きます。それで上の重役の人たちは社内遊泳術を駆使して展望術で上がってきた人だから意外に仕事してないのね。これもう九州電力でわかるでしょ。やらせがすごいのね。そして辞めますって言ったらやっぱり辞めませんとかね。いや、すごい。